せーの、こんにちは、まもっチャンネルです。ちょっと今、もっちゃんで出てるよね。究極の二択を親子でやります。イエーイ。初めて、しかも質問全くしない。いや、面初めて。パンにはちょっとせーのみたいな。てか眉毛が大丈夫、何もやってないけど。まあいいよ、黄色がしか見抜け。鼻がブーン。いけない。やばい、大丈夫これ。やばいかな、赤羽なんだよ。だよね、やめとこっか。じゃあ1個目、はい。顔はいいけどめっちゃナルシストか、うん、顔はめっちゃ不細工だけど優しいか。私的にあのカルマさん、ね、みたいな感じ。こんなの一択しかなくね。うん、でもさ、それ性格悪いとかじゃないの。とは言ってないよ別に。あ、じゃあオッケーオッケー。あ、じゃあみんな一緒じゃん。せーの、顔はいいけどめっちゃナルシスト。一緒じゃん。ていうか不細工嫌だ。いや、そういうわけだよ。じゃあもしナルシスト不細工、別にいいと思う。絶対不細工ない、うん、そしたら。何がある。かっこいいじゃん別に。イエーイ。結構感慨深い。1日3時間しか寝れないか、うん、1日23時間寝ないといけないか。もう絶対1時間しかいけない。絶対こっちだわ。絶対こっち、絶対こっち、うん、迷わない。これ全然迷わないね。いきますよ、せーの。23時間しか寝ない。え、むしろ、え、めっちゃ寝てる。23時間めっちゃ寝てるの。1時間しか生き、起き1日いないんだよ。いいよ、迷わないって言ってる。え、あの、違うでしょ、あの、間違ってない。その日しか生きれないってわけじゃないでしょ。いや、そうだよ。え、人生だよ。え、だから今日も1時間しかないんだよ。いや、もちろん3時間ですよ。なんだよ。じゃあ理解してないじゃん。推し、おは家族。推しと家族、え、どういうこと。どっちが大事か。まあだから、うわ、一生、ユアはあれだじゃん。一生もう一緒にいるなら、うん、もうユア家族に。えー、わ、きつくないこれ。私きつくない。さっきよ、これ。推しに対する愛も違うもん。そうだよね。いや、でも親として、はい、親は迷っちゃいけないよ。家族は自力でとどめて。嘘じゃない、嘘じゃない。でもお母さんやばいとか言われる。ここ矢印。いい、そうに、もう矢印したい。そういう意見気にしなくていい。はい。せーの、おしり、おしり、おしり。そうだよ。家族。え、全然おしり。分かってますよね、みんなは。やばい。ママ、私家族選択したのにこの人おしり選んでます。ねえ、なんか地味に言うから悲しそうだ。やめてほしい。あ、なるわ。ママそういう人だ。ちょっと。やだ。ユア泣いちゃいました。そういうけど、普通に迷わず推し選んでる人だからね。まあだから、それでも別にユアのことをなんと思わない、うん、その推し選んでいいよって、好きな人って大事じゃない、うん、だって。うん、ていうか全然どっちでもいいと思う、みんな。うん、好きな人でもいいと思うよ。絶対家族らしい。うん。あー、いや、あ、QR のモデルさん。びっくりした、どれくらい言うんだと思って。モデルのテカテカです。モデルのお友達から来てた究極の選択です。言うのかと思った。はい、言って。メイクのことだよこれ、うん、多分ね、多分。マットはテカテカ。せーの、マット。わざわざこういう風にほらツヤツヤこういう風にしてるの。そういう風やだよ。いや、なんか油でテカテカになるから。なんかね、綺麗な人もいるじゃん、可愛くて。でも、あの、ママ可愛いんだよ。可愛いんだけど、あの、自分でテカテカ。いいよ、マットがいい。もういいよ、こういう方がいいよね。これ絶対答えれない。私わざわざこれ作ってなんかこれ多すぎ。何、太いか長いか。どういうこと。何が。わかんない。何が太いか硬いかわかんないけど、どういうこと。あっ、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 あ、ごめん。太いか長いか、何が。わかんない、わかんない。皆さんね、何がですか。太いか長いか。太いか長いか。また言ってるし。私だったら長いじゃな。え、何が。え、顔。でか。わかった、私足だ。ああ、足か。元カレ0人の男と付き合うか、元カレ10人の男と付き合うか。元カノ0人か、元カノ10人。せーの、0人。なんだ、言ってたら。言わないこれ。てか、そういう人あんまいないよね、今。え、ここに。え、女もいないよ。ゆわ、どうですか。ん、これ自分か彼しか分かんないんだけど、うん、足臭いか脇臭いか。これ待って、どっちも無理。じゃあ自分でいっか。じゃあ誰ならどっちの方がいい。あー、あっちだな。ね、うん、せーの、わし。足は匂うじゃん。脇の人の匂いよね。もちゃん、もちゃん、電車でさ、そうだよ、足の匂いする、いつも。そう、足はさ隠れてるじゃん。しねえよ。
みんなにバレるよ。いやでも私はアキラ。そんな話もあるよ。なんか見てやばい、モモの顔の T シャツ見てよ。なんかおかしくない？ヨコはえぐい。なんかボス感やばい。オストデートが彼氏とデート、もう決まってんじゃん。決まってない、こんなのもう。知って誰だろ、だから付き合った人。もしかしたら推しとカップルになってるかもよ、ね、付き合ってるかも。それしか考えられない。いくよ、せーの、ブリブリ、せーの、推しイコール彼氏、推し好きな人だから、推しイコール彼氏だから。あ、じゃあ推しにしてもらうならハグか頭ポンポンか。はい、もう決まりますよ。逆にあっちはもったいない。まあまあ、うん、せーの、ハグ。なんで一緒のポイントしてんの。ちょっとそれだけじゃない、ギューしたらってまず脇こうやってかけるやん。なんだっけ、今フーチョしてる系なんだ。結構多いね。100万円のコスメか100万円の推しグッズ。うわー、もうこんなの一択。それは一択なんでもない。私迷うんだけど。そうなの。せーの、推しグッズ。コスメ、グッズ買ってるの推しをするもん。はい、これ推しは1つか2つか。え、推しは2つか1つか。あ、2個あるの、こっち来るとこれってこと。そういうこと。え、どうだ、意味わかんないでしょ。でしょ。下品ならやめますか。え、なんで、俺下品じゃないよ。そうなの。恋人とは毎日メールか週に1回電話。こんなのも一択でしょ、ね、え、ちょっと、もう一回言って。週、毎日の方は文章なんでしょ。で、週1回は電話、声が消える。決まるでしょ、これは。ね、せーの、メッセージ。いやね、あんまライターしかじゃないから。いや絶対そうだ。うん、毎日メール欲しくない？仕事終わったよとか。今帰ってきたよ、写真付きとか。あ、写真付いてんの？写真付きか。ね。なんで迷って。推しのメンバーに毎日会うか、推しに1年に1回会うか。いいじゃん、それ。全員は毎日会うんだ。毎日、友達として。うわ、待って、それさ、ウルフとかだったら正直さ、結構好きだからさ、他の人も。てか、ユアもなんかちょっと気になっちゃいそう。あー、決まった。え、ちょっと、もう絶対。じゃあ、逆に私一択。じゃあ、やめていきます。絶対あっちだ。うるさい。どうしよう。私決まったよ。私も決まった。まだ1年か。クリアできるしな。でもそうか、1年に1回で。待って、もう今だけできついじゃん。もう半年しか会えてないのできついじゃん。なんでグループ…え、そういうこと。うん、そうだ。え、グループ…推しは1年に1回しか会えないけど、他のメンバー…あ、なんだ、それですか。そっちがいいに決まった。私だろ。また危ないとこだと思って。あ、私決まったわ。でも、せーの、頼むパーに毎日会う。え、そっちは何。もう1年の方選んだ。え、みちょは他メンバー。あ、同じだ。え、いや、なんか、あれ強いよ、思いは。ママクックですよ。いやいや、今松田ですよ。でも1年に他の人に会えなくてもいい。さすが。え、なんかユアが弱いみたいな。ユアは私こっち選んでくれると思ってた。でも、そうだね、あのクソのやつだ。マジ、このここ使おう。話入っても大丈夫。あ、どうぞどうぞ。今みたいな、暑すぎるんだけど。今何時ですと。9時です。じゃあこれでいっか。一生上半身か一生下半身。だってどういう意味それは。いるの。いるならまだどっちがいいか。一生上半身外で。ここから、ここが下半身で、ここから上半身。それはみんな分かってます。一発で決まり。え、ちょっと待ってよ。私も決まった。悩まないね。いつも裸ってことですよ、全部。うん。え、どっちか見せながらいつもいるってこと。まあどっちがまだいいか。せーの、下半身。みんな下半身決まってね。みんな下半身決まってね。だってさ、別にワンピースとかさ、え、って下半身は見せてもあんま恥ずかしくないんだけど、上は恥ずかしい。いや、ワンピース着ちゃダメですよ。なんか友達とかにもそう、見せたことないけど、プールとかでさ、学校の時とか、うん、さ、下を見られてもいいんだけど、上見られたから。え、なんかなんか、別によくね、下は。下はなんか、しかもなんか、みんな一緒っていうか、出してるんだったらなんか痩せようって思うんじゃん。あ、そういうこと。しかも、イカスギだからなるべく上は出したくない。出た方が恥ずかしいよね。出てる人出てない日があるから何でなっちゃうから、やだ。なんか全員下半身でハモってたもんじゃん。下半身でしょ。いやいや、なんで下半身濡らしてる。え、めっちゃ
さ、だってさ、ね、今使えないから置いてたんで、リビングで。違う、ももちゃんに、ももちゃん。え、何？リ？ママが言ったことが使えないから、ももと声がかぶっちゃったから。ももちゃんが。どうしたの？どうしたの？何の話してるの？ママの声だって言うことじゃない。何話してた今。意味が分かる。違うの、一回言っちゃったよ。ママが言って、おもちゃが使えない。涙出ちゃったよ。何を言った？私聞いてなかったよ。泣いちゃったよ、また。何言った？いいって。また言っちゃったよ。そんな、やばい。ももちゃんはママってそういうこと好き。苦しい。あ、これはこれ。ああ、じゃあ最後ですか、うん、一生お風呂に入れないけ、一生歯磨き記念会。歯磨き、え、歯磨きできないか。いや、私も、もう決まった、もう決まった。えぇ、ー、ももちゃんはなるんだよ。どっちもすごいストレスだ。でも、どうしよう。でも、ちょい、あれしかないわ。決まった。え、どっちを選べばいいの、これは。できない。どっちの方がマシかを選ぶの。うん。うん、オッケー。せーの。ちょっと待って、ちょっとどっち。せーの、お風呂。一緒かい。え、理由言ってよ。え、理由言って。あ、なんかお風呂は、なんか汚くても。今は絶対お風呂かと思った。いや、なんか拭いたりっていうか、なんかどうにかなりそう。バレなそう、なんか人とかにも。歯磨ききついな。私はお風呂嫌いだから。え、え、なら歯磨きじゃね。え、うん、もういやだよ。いや、いや、いや、なんか出てきとったろうぜ。うん、いや、なんか今日不正顔キモい。全力感覚始めるよ。